はい、こんにちは。青英雄、誰よ。アッセンドじゃないんですよね。進化になったんですよね。わかりやすくっていいですよね。はい、青英雄、誰を進化4にするか悩んでいます。回復英雄としてこの4体を悩んでいますし、フロストがまだ早いんですよね。でもってミニ四強化もまた美味しいですし、アイノの、浄化をしてから回復してくれるのも美味しいですし、悩んでます。さらに青英雄はマナ速アタッカーとしてこの辺りも、進化4にしたくて悩んでいます。このチームの穴を埋めるには誰が一番相性いいんかなって、それを、今考えている最中です。今回はこのチームにしました。うちのスカジがどうも、あと一歩攻撃力は足りない。クランパス使ってるのに足りない。はい、行きまーす。相手はエレナがいるんですけれども、バフ解除要員がいないのがネックですね。それでは、さすがに盤面に青が寂しい。たくさん消して、盤面に青を呼び込むことを考えています。さすがに青が寂しい。なんとかたくさん消して盤面に青を呼び込みたいです。とりあえず3つ消しても仕方がないんですけれども、たくさん消すことも考えてここ行きましょうか。ぼちぼち降ってきてくれてはいるんですけどね。青を近づけて、こちら育成の足りない、青単色チームで、これでエレナにどこまでダメージ与えられますかね。では、どう消そうかな、どう消そうかな。こう消しましょうか。運も手伝ってくれて、なんとかエレナいけた。進化の足りない、アイノがやられまして、それではフロストでミニオンの壁を張り、今はスカジをぐっと我慢して、嵐が、表か。では、これでマナ貯めまして、はい、耐えてますね。では、キリルで相手の防御力を下げ、あ、クランパス止まってるのか、そうか。これで、このミニオンは倒せるとして、嵐のミニオンと、テトークのミニオン、倒せるといいんですけどね、スカジ使いましょうか。ついでに。いけましたね。フロストダメージが4もついてくれているので、あとはもうネチネチプレイで勝ちましょうか。クランパスが残念。ネチネチプレイで勝ちましょうか。クランパスが残念。嵐いや。それではとりあえずこれでテトーク倒せますかね。足りんか。はい、クランパスで攻撃力を上げて、こちらフロストでミニオンの壁を厚くし、でもって空打ちで青マナを貯めて、防御力953、ライフ残り381の、暗黒鏡、これでいけますかね。はい、ありがとうございました。
今回はスカチ大活躍で勝つことはできました。はい、ありがとうございました。